生物と人間が笑顔になれるように。国田義務教育学校9年戸崎千尋。私の夢は生物学者になることです。部活動がきっかけで大好きになったゲンジボタルを研究し、各地で問題になっている頭数減少を食い止め、生物を守りたいからです。楽そうだからこの部に入部してみよう。私が生物研究部に入ったきっかけです。生物研究部は昔からゲンジボタルを人工飼育し研究していることで有名です。しかし中学1年生だった私は特にホタルへの興味を持ったわけでもなく、この部への入部を決めました。入部したての頃はホタルが何を食べどう育つかなど基本的なことも全く知りませんでした。さらに初めて幼虫を見たときはうねうねと動く姿が気持ち悪いとも思いました。常時活動でも先輩から頼まれた水槽掃除や幼虫の餌であるカワイナの採取をするなど言われたことだけを行っていました。しかし6月中旬、私はホタルの幼虫が成虫となり上陸装置の中を飛び回っているのを発見したのです。私が幼虫を育て始めてからはわずか2ヶ月しか経っていませんでしたが、世話をした甲斐があったと思いました。あの幼虫がきれいな羽を生やして元気に飛んでいる、発光もなんて美しいのだろう。その時の喜びと感動は今でも忘れられません。ホタルの光が私の心を照らしたのです。その日から私はホタルに関心を持つようになりました。どうしてホタルは光るのだろう。寿命を延ばす方法はないのかな。調べるほど私はホタルという魅力あふれる生物のことが大好きになっていきました。そして私が生物研究部で活動する理由が楽だからからホタルが好きだからに変わったのです。それからは部活動の時間が楽しくて仕方ありませんでした。しかし中学2年生の冬の終わり、人工飼育をしていた幼虫が大量に死亡し、頭数が急激に減少してしまいました。私たちはこれについて、餌であるカワイナを採集した場所の環境の悪化だろうと仮説を立てました。ホタルはきれいな環境の他にも食物が育った場所の水質が正常であるかが重要なのです。少しでもホタルの周りの環境が汚れると生き延びられません。環境が悪化した場所で育ったカワイナを採取し、ホタルが育つ水槽を汚してしまったこと、そのカワイナを幼虫が採取してしまったこと、この2つがホタルが急減した原因だと考えられます。これは自然界でも同じです。水は流れて各地に行き渡るので、どこか一つの場所で環境や水質が悪化すると、水戸市、茨城県、ひいては日本全土でのホタル、他の生物の減少、絶滅につながるからです。かつて学校のある国田地区では夜空一面を美しい黄色の光が彩るほどのホタルが生息していたようです。しかし現在は限られた場所に数頭しか確認できません。農薬の散布、自動車などから出る排気ガスによる大気、水質汚染、住宅開発等によって自然が失われていることが原因として考えられます。ですが幸いなことにまだ各地で自然は残されています。しかし生物や自然を顧みず、人々は森林を削りコンクリートを敷いて建造物を たくさん建てようとします。人々を喜ばせるために。それによってホタルをはじめとするさまざまな生物たちは悲鳴を上げ命を落としていくのです。人間が便利に暮らすことも重要です。
しかしそれは生物の絶滅の可能性と隣り合わせだということに常に意識し、自然を保護していくべきだと私は考えます。私は部活動の中でホタル、生物にとって環境悪化が与える影響の大きさを学びました。私一人では小さな力ですが、環境保全に努めていきたいです。そして大人になったら、生物が人間と同じくらいの気持ちのいい生き方ができるような、ホタルを守れるような生物学者になろうと思います。